秩父市立図書館は埼玉県秩父市が設立、運営する公共図書館の総称である。現在、秩父図書館、荒川図書館、吉田文館、大滝文館の2図書館、2文館が設置されている。2005年3月までは現在の秩父市立秩父図書館が旧秩父市立図書館であった。同年4月に行われた秩父市、秩父郡吉田町、荒川村、 大滝村の市町村合併に伴い、旧市町村の各館との混同を避けるため、旧秩父市立図書館は、秩父市立秩父図書館に改称された。このため、2005年4月1日以降は、秩父市立図書館という名称の個別の図書館は存在しない。また、旧町村立図書館も合併と同時に現在名に改称された。秩父市に在住、在勤、 在学する者のほか、秩父郡小鹿野町、横瀬町、皆野町、長泥町、東秩父村の在住者も広域利用により利用することができる。秩父市立図書館では、移動図書館、芝桜号も運営している。旧秩父市により、秩父市立図書館として設置された図書館である。所在地アクセス休館日開館時間級、荒川村により、 荒川村立図書館として設置された図書館である。所在地アクセス休館日開館時間旧吉田町により設置されたもので、障害学習センター内の2階に併設されている。所在地アクセス休館日開館時間大滝文館旧大滝村により設置されたもので、旧大滝公民館内に併設されていた。2018年3月12日に大滝総合支所及び、 大滝公民館とともに、旧大滝中学校校舎に移転した、所在地アクセス休館日開館時間。ありがとうございます。